ホンダを応援しているよ、ホンダのドライバーが推しなんですっていう方いますか、手挙げて、手挙げて、あれ、おお、あれ、あ、いる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 、ホンダを応援してるんだ、ホンダのドライバーが好きなんだという方いますか。ホンダを推している皆さんはちなみに白組です。はい、白組です。そして私の頭に注目していただければと思います。ちょっとピンクの目つきが広いですけど、だいぶね、ピンクしか目がいかないんだけどね、白組の応援団長をさせていただいております。イエーイ。ということで、ホンダ白組の皆さん、今日明日運動会でもぜひぜひ勝ちをね、狙って勝ち取っていきましょう。あんまり順上げしないから大丈夫ですか。白組大丈夫ですか。あの赤組のね、応援団長なんですよね。あ、そうです、私赤組の応援団長をさせていただいております。ちょっと意気込みの方も。そうですね、まあなんか予選だったりとか、はい、まあ、フリー走行だったりとか見てて、まあレースは結構やっぱホンダ勢が有利な部分が結構あっちゃったりなかっちゃったりだったのかなみたいなところで、でもですね、ポールはですね、トヨタのドライバーが取りましたよ。はい。何も考えてなかった。何も考えてなかった。まあね、そうね、これはね、団長の勝負で言ったらね、白組が有利かもしれませんよ。はい、まあそれだけで言ったらね、そうかもしれないですけど、やっぱ一団結っていうのが必要ですから、はい、そうですね、はい、確かにその辺もね、楽しんでいただきつつですね、はいはいはい、このステージの左側にですね、はい、応援メッセージを書くところがあります。あ、もうたくさん結構伸びてましたけども、はい、まだまだですね、隙間がいっぱいありますので、皆様のね、スーパーフォーミュラへの愛、はい、ドライバーへの応援メッセージなどなどをぜひぜひ書いていただきたい、うん、そして、その横にですね、ボードが実はね、あのドライバーさんの写真が立ってるボードが立ってるんですけども、こちらが運動会の赤と白の、ね、勝敗につながる、はい、ポイントシールをね、貼る場所になっております。大事なポイントです。こちらのシールはですね、今回このイベント広場のコンテンツにですね、参加していただきますと、このシールをお一人様で1個ね、こうね、あの配布しておりますので、はい、コンテンツにいっぱい参加してもらって、そのシールをゲットして、はい、推しドライバーのところにですね、シールを貼っていただいて、ぜひぜひ自分の応援するチームをですね、勝ちへ導いていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。今のところ多分ね、いい勝負だと思います、ね、ちょっと白がね、こっちが、はい、見えないんですけど、白と同じくらいです。そうだ、本当に白とね、赤と同じくらいですのでね、まあここはね、やっぱりモータースポーツ、ね、うん、勝負のね、うん、場ですから、そう、この運動会のところも頑張りたいと思います。勝ちたい。そしてそして今回皆さんも参加できる競技がなんとございます。ございます。誰でも参加可能ですよ。はい、今日決勝レースが終わった後、ホームストレート上でスーパー綱引きを開催いたします。イエーイ。はい、こちら、1回戦はエキシビジョンということで、はい、ラグビー選手、はいはい、トヨタウェルビッの、はい、選手の方10名とお子様100名のエキシビジョンをやりまして、その後大人100対100のですね、スーパー綱引き対決するということなんですけど、まだ若干枠が、はい、あるということですので、ぜひぜひですね、こちらのですね、綱引きの方にも参加していただきたいなと思います、はい、私たちもね、応援にね、応援団長として行かせていただきます。駆けつけていきたいと思いますので、はい、こちらの、大運動会の方も一緒に盛り上がっていきましょう。まあただね、白組が勝つけどね、まあ赤で、はい、ということで大運動会の方もぜひお楽しみください。ちょっとヘルメット突っ込みたかったんですけど。